ハワイとか行って、めちゃくちゃケツでかいやつ。思いっきりグーで殴りたいね。うん。もう、あの、セックスしながら、パーで殴ることあっても、グーで殴ったことないから、手加減せずに、グーでやったりたいな。でかいケツ。重かす。ブラジルもいいんじゃない？うん。ブラジルも、カーニバル、にで鍛えた女に元気させてめちゃくちゃ振ってもらおうかな。うん、でロシアは色白でいいしね。うん。海外いいかもしれない。うん。チョンとか差別用語やめたらまーちゃん。てめえ。ネトレ何やっとうお前。いくつ歳？まーちゃん逃げんなよお前。いくつ？奥さん主婦？どうした？チョンとか言って。てめえ、こら、差別擁護して逃がさないよ。まーちゃんってやつ、いくつお前なあ。年いくつな。旦那持ち、子持ち、何しとんふわちで。なめとんマジで。逃げるの。答える理由ってあって、いくつで言ってるの。例えば成人しててそういう発言してるのネットで恥ずかしいことだから聞いてるんだよ。どうぞファンタスティック。あ、ありがとうございます。答える必要ってあることない？そしたらお前の人間性がわかるから。聞かれたら答えろ、聞いたら答えてやってんだから。で俺クォーターね、ちなみにチョンじゃないよ。在日じゃないし。チョンっていうのは在日対しての差別用語ね。今だったら韓国だったら BTS とかね、韓国人気あってチョンって差別用語してるのってお前が恥ずかしいんだよ。分かった方がいいよお前。 BTS 聞くなよお前、気持ち悪いなあ。 BTS 聞くなよてめえ。差別擁護してるんだったら、俺はおじいちゃんが韓国人でも誇りに思ってるよ。30代で事務所にね、ダンプで突っ込んで死んだんだよ。そんなおじいちゃん、俺もじいちゃんみたいにビッグな男になりたい。じゃあ聞いてください、ダイナマイト。もっと林見たいの？そうなの？チョンって言ったやつ聞くなよ。チョンって言ったやつ聞くなよ。あ、俺の声張ってるわ。長生きができないかもしれない。そのうち刺されるかもしれない。いくらいのキスをして切ないくらいに濡れたマンコ。そっちかよ。いやごめん、滑った。久しぶりに配信楽しい。いろんなもん、いろんなもん抱えてやってて、バカの相手もしながら、リスナーの相手だけで精一杯なのに、いろんなやつの相手までして、すごく今日は配信しやすい。久しぶりにゼロリスがいつもらしいね。なんでカッコつけるん？カッコつけてなかったんだけど、カッコよかった、ごめんね。やっぱり距離置かれてるから、ちょっと男の部分出てるかも。最近って俺彼女できると思い出してほしい。元カノの時もそうだったけど、全然見てくれにあれしないじゃん。でも今日はここをテンパ具合もカッコつけてるじゃん。ちゃんとするんだよ。
格好をつけてるんじゃなくてかっこいい、一般的にはかっこよくないけど、ふわっちの、ふわっちって結構女性が多くて年齢層が高いから、俺よりちょっと年上の人はよく見えるかもしれない。これ一般的にはモテないんだけど、ふわっちに合ってると思う。だから俺35にもなっても年上の優しいリスナーさんがつくじゃん。それはあると思うよ。どう？正直ふわっちだからこそ成り立つっていうのはイブさんない？うん。じゃあツイキャスとか若い17とかじゃこのおじさん気持ち悪っていう評価しかもらえないのが、ふわっちではなぜか可愛いとかかっこいいって言われるんだよ。うん。だから俺はふわっち大好きだし、年上が好き、甘やかしてほしい。うん。おかしいよね。うん。で、俺もそうだけど、パルパルも可愛いとか言われるんだよ。パルちゃん可愛いとか。不思議なサイトだと思わ。可愛い、付き合いたい、抱かれたいとか。不思議だよね。で、セイジもそうじゃん。そんなに見た目がいいっていうか、でもセイジさんかっこいいとか、付き合いたいとか。うん。今、養分なんかもうすごいじゃん、女の子に。モテモテじゃん。うん、かっこいいとか。養分は嘘つかないとか、リスナーが、信者がさ、ゼロワンは嘘つき、養分は嘘つかないとか言って、もうタヌキやるとすごいね。で、誠司さんに逃げるみたい、逃げるよりはこうやって叩かれても向き合ってるがよくない？どう？みんな、俺逃げないからね。叩かれてもいいなと思って。という感じで、ちょっと500ナイスしてください。うん。また後からやるよ。うん。なんでかっつったら、買い物行こうかなと思って。スーパー目の前にあるんだけど、そしたらご飯作れるしね。スーパー配信できない。最近厳しくなったじゃん。コンビニもダメだし、何がダメかっつったら、許可がない、配信ダメじゃん。だからもうお店でやるのももうバンになっちゃうからできないんだよ。叩かれろ。そうやって人に便乗して笑ってたらいいよ。うん。便乗したら。便乗するやつとされる方ってどっちがいい？俺は我が道行くから。便乗して笑っとけよ。結局。俺が何かやらかさないと評価されないような配信者って配信者じゃないから。俺は我が道行くんだよ。ついてきたやつはついてきたらいいよ。便乗好きなやつはそういう枠で笑ってたらいいよ。って思ってますけど。うん。僕はね、自分の放送できるんで、他のやつ、の話題を出さなくてもやれるんでね。それが強みなんで。笑うためにまあまあ見てもね。うん。また展開作るんで。最近もね、まあいろんな展開作ってるけど、いい悪い展開も多かったから、そうじゃなくてみんながまた応援できるなとか、またね楽しめるような展開をちょっと考える。うん、そんなね、僕の俺がね振り回して本当申し訳ないんだよ。ポンちゃんありがとう。これからも振り回しませんって約束するからおかしいから、うん、もう眉と戻りませんとかいう約束するからおかしいじゃんね。今距離置いてるし、どうなるか分かんないけど我が道行くんで、それ分かった上で応援してほしい。言ってること分かる？みんな誰かに粘着したりとか、そういう放送は極力したくない。するときあるかもしれないけど。
そっちの方が自分の色が出ていいと思う。はっきり言って。便乗とかってうまいやついて、ふわっち配信者より、例えば、つばなんじゃねえわ。みずにゃんとか、香川さんとか、すごくうまいじゃん。上には上がいて、その一番上にいるのって、これこれさんがいるわけだよ。これこれさんがね。所詮真似事だし、うん。それって配信においてもそうじゃない。うん、配信においてもそうじゃなくて、そういうなんか人の悪口言ってて笑ってるような人ってあんま好きじゃないかな。だから俺がやっぱすごいなと思うのは、石川さんとかモンジョリさんとかね、自分の放送で評価を得てる人、そういう人をやっぱ尊敬してるな。俺はそんな足元にも及ばないけど、どっちかっつったら炎上系じゃん。やらかして沸かすみたいな配信者だけど、俺は我が道を行く。うん、水野にも言っといて。うん。って俺は思うけどね。金梅さんはなんかさ、便乗するにもなんか独特の世界観で、例えば01は身長が2メートルとか、ああいう世界観があってなんか笑えるから、全然便乗してもらってもいい。逆に光栄なんだけど、本気で人を陥れようとしないからね。うん、俺になんか人を陥れるなとか言ってるやつって、それそのまま言ってやれと思うけど、自分応援してるやつに。で、俺が別に一人でやったらアンチコメントもないし、こうやってやってきたしね、なんだ問題ないんで。うっせえから文句あんだったら LINE 電話でもしてこいよ。もう買い物行くけど、匿名に紛れないと文句言えないやつで、正々堂々相手してやるからな。あ、このコビットモンキーもうっせえからLINE、ツイッターに載してるんだし、電話してこいよ。顔出せとは言わないよ。お前の汚い顔見たくないしね。ブサイクだし、俺よりもブサイクだからブサイクって言えるんだよ。ブスだし、うん、それなりに配信つけたら顔出してるしね。うん。